ちゃん、はい、もうさ、はい、丸子市場来たんだろこれ。そうです、そうです。お前も来た、はい、蕎麦焼きのところな。そうです、そうです、うん、でも蕎麦焼き行ったの忘れてんだよ。いや、ちょっとだからまだ、はい、いやいや、もういいから、はい、でも大体今日あの日曜日だから、はい、何もやってないから、はい、もう今日行ってもしょうがない。いや、もう帰ろう。いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。めちゃめちゃいい店あるんですよ。なん？いや、ほんとこの奥にまた騙されてんじゃないの。俺もさっきのなんかそのお好み焼きの店でもう満足してんだからさ、はい、もう今日帰る。いやいやいや、ちょっと待ってください。何じゃあもう多分日本で一番うまい水餃子の店があるんですよ、うん、昭和の驚きだと。そうなの。はい、じゃあそこ行こうか。ぜひ。だけどもうやずっとやってないんだよ店が。そうっすね。ああ。やってなかったら俺怒るからね。はい、わかりました。わかりました。じゃあそんなことなんで行ってみます。今より大事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。あの、じゃあ乾杯しよう。ほら、はい、乾杯。ほら、はいはいはい、はい、どうも。いや、あるね、あるね、こっちでええね。冷やししよう。ありがとうございます。横浜黄昏、ホテルの小部屋、はい、ホテルホテル、はい、乾杯。こんちゃホテル、じゃあ乾杯。ありがとう。テルチャンネルをご覧の皆さん、引き続き乾杯。あ、カメラ、大丈夫？カメラ映ってる。いや、こんな汚い顔。大丈夫ですよ。いいですね。すごい綺麗に。汚い顔。今だいたいカメラに映った瞬間にもうすごい綺麗になっちゃう。いいよ。はい、ということで、あの鴨肉をいただきました。これなんかあのママさんのおすすめだったんで、ね、私ちょっといただいたんですけど、これはもうママ、これ何もつけないで食べるの。これは何もつけないでこの鴨肉をこういただきます。うん、あったかい。カモの肉ね、うまい。カモの肉ですか。違う違う違う、肉は勝手にやってくるから。マグロフの辛さはお兄ちゃん、マグロフの辛さは辛め、辛めです。辛めです。お兄ちゃんマグロフ鶏肉がうまい。献血、僕いつも言った方がいい。え、嫁何型なんですか。何型なんですか。A 型, A 型と同時の B, B 型で、俺も B ですけど、それが例えばマイナス B とかになると、マイナス A とかになると絶対ください、絶対くださいっていう。普通やと思う。ただあと、あの A 型はもうね、日本一あるから、もういらないんです。なんかね、あんまり断り広いでしょ。でもね、血上げるって断るってなんか、そうですよね。ちょっとショックでしたよね。そうですね。ただでね、献血飲むで、アイスクリームないやん、クッキーやん、あとヤクルトとか、そう、多分ね、食うてね、そうそうそう、やるだけ。そうそうそう、初めは分かんかったけど、あ、ほら来た。あの時に阪神ファンでボロカスバルだよ。なるほどね、弱いって弱い、ヤクルトが弱すぎる。いや、でも結局優勝したから。そう、味ついてます。これは何なんて水餃子。もう味がついてんの。ついてる、めっちゃ美味しい。そのまま、カレーより美味しい。そのままこのままもう食べる。地元の人はそういう風に言ってます。大丈夫。じゃあこのままちょっともうちょっと一発いってみます。このまま絶対大丈夫。熱いものは熱いうちに食う。気をつけて食べてください。熱いけど美味しいです。味ついておからそのままで。メイリーの水餃子本当に美味しい。メイリーの水餃子も抜群。ありがとうございます。絶対もう抜群。熱いけど美味しいでしょ。美味しいでしょ。暑いけど。ただめっちゃ暑いと思う。うまいよ。うまい。これうまいよ。もうここはもう。これもうメイリンの水餃子ってもう有名なんですか。有名。で、うちのスタッフがこっちの方出身なんで、もうここの水餃子も最高ですよ。
絶対うまい。ほんでこれ味変してなんかちょっとつけてもいいの？いいよ。だ逆に言うとなんか例えば醤油と例えば醤油ことと醤油ことを入れるわけだ。入れてほんで酢は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 酢も酢も酢もソースか酢も酢もちょっと入れてそれで酢入れてこれでこれ餃子的にこういうのもありありありこれいけるじゃん。これもこれ絶対ありやん。松戸どないですか。これはね美味しいでしょ。まあまあこれはうまい。ありがとうございます。これはね手作り餃子のメインに最高です。ご機嫌です。俺らビーバップの時代やから いや私ごめんなさい。そんなもん今更気がついたんですか。いやそれでやわ。大丈夫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 ちょ俺もう全然ね、はい、今いや来てて、うん、こいつが嫁がね今ちょっとお名前聞いてテルやって言うからえマジかってすいません。私ビーバップね僕の世代僕47なんですよ。ああはいはいバッチリです、ね、ちょうどバッチリです。もうバッチリとバッチリと、はい、高1ぐらいがちょっとビーバップの時、はい、ありがとうございます。でもこの地元の人に美味しいところを教えてもらっていや本当テルは嬉しいです。あほんまですか。ありがとうございます。よかった。すみません。です。それこそサインいらないか。いや、それはもう野暮や。そういうのが野暮や。あ、そんなんじゃない。ほら、麻婆豆腐来たで。おネギをたっぷり。これおネギたっぷりの麻婆豆腐。これがなんかうまい言うて。これもうこれが多分うまいんや。これうまいんや。はい。うまいんやこれ。これや。ちょっと辛くしてくれたんやのもんな。これやで。さあ食うで。わしゃ食うで。どこかで匂い。わかんない。で入ってますよ。香るや。だから。帰ってこの人が情報の先生を見たね。帰ってうまい。うまい。これ氷ちょっともらえますか。入れます。はい、ありがとう。うまい。美味しい。ありがとう。宣伝してください。これはね、メイリンさんはね。もちろん水餃子これはもうね相当うまいですで、ね、意外とこういう麻婆豆腐とかこういうのもうまいです。あとカモンもうまかったこれねおすすめですんでね。チーズあーざっす。すいませんまたお願いします。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。すいません失礼します。ありがとうございました。動画面白かった。